それじゃあ、まあ、早速、今日は長いので、行きたいと思うんですが、最初ですね、エドワード・ホッパーの話でなぜここに行くというところから行ってみたいと思います。はい。中央フリーウェイ。知ってますかね？中央フリーウェイって言われて。はい。まあ、世代が違うとわかんないんじゃないかと思うんですけども、これ今の松任谷由実さんですね。荒井由実さんという人の、大ヒット曲です。1976年ですね。76年に、まあ、14番目の月というね、アルバムに収録されてた曲で、まあその当時、耳にしないことはないというぐらい大ヒットした曲ですね。まあ昭和51年ですから、まあ高度成長経済、あ、はい。生まれる前の曲ね。はいはい。高度成長経済真っ盛りでね、ちょうどロッキード事件で田中角栄が逮捕されて大騒ぎになった年です。で、まあ、この中央フリーウェイなんですけどね、これちょっと歌詞短くしてますけど、ちょっとだけ読みます。中央フリーウェイ、調布基地を追い越し、山に向かって行けば、黄昏がフロントグラスを染めて広がる。中央フリーウェイ、片手で持つハンドル、片手で肩を抱いて、愛してるって言っても聞こえない、風が強くて。街の火がやがて瞬き出す。二人して流星になったみたい。中央フリーウェイ、右に見える競馬場、左はビール工場。この道はまるで滑走路、夜空に続く。なぜこの話かというとこなんですけど。ですね、この中央フリーウェイっていうのは、要するに、中央自動車道です。あ、こんばんは。あ、は、ありがとうございます。今、ようやく始まったんですね。今、旧姓荒井由実さんのですね、まあ、現在の松任谷由実さんの初期のヒット曲、中央フリーウェイの話をしております。なぜかそれがエドワード・ホッパーになっていくということなんですけど。この中央フリーウェイというのはですね、まあ、中央自動車道のことです。首都圏の方ならね、知ってるんじゃないかと思うんですけど、まあ、高井戸のインターチェンジから西へね、まあ、山梨方面に向かう、自動車道ですね。荒井由実さんって、確か八王子の生まれだって聞いたんで、多分よく、通った道なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、右手に見える競馬場、左にビール工場っていう市があるんですけど、これは府中競馬場ですよね。で、左のビール工場っていうのは、まあ、サントリーのビール工場がありましたね。今もあるのかな？だいぶ行ってないんでわからないですけど、大きい工場があったと思います。で、まあ、要するにですね、どこにでもある、ありきたりの法則なんですよ。まあ、はっきり言ってお世辞にも美しいとは言えないですね。でも、この歌は、まあ、楽曲もそうですけど、歌詞も含めて衝撃的だったんですね、当時ね。なぜかというと、高速道路と車が出てくるということが画期的だったわけですよ。で、まあ、当時のですね、まあ、音楽シーンの歌謡曲の歌詞っていうのは、大体まあ、二つの世界で。夜の女がですね、泣いてすがって、ウイスキーグラスがどうかしてっていう話。で、まあ、時々北の海かなんかに出かけちゃうっていうような詩とですね、まあ、そういう系統の、まあ、ムード歌謡だか演歌だかっていう。それと、アイドルの世界ですね。あなたの白い歯がきらめいて、テニスコートがどうしたこうしたで、バレンタインデーでドキドキしちゃうハートがどうとかっていう世界です。まあ、本当に、陳腐っていうかな。すごい陳腐さの世界だったわけですよ。そこには結局リアリティっていうものが何にもないんだよね。まあ僕は、少なくともですね、北の海に、波止場にですね、コートの襟を立てて一人で佇んでる女なんて見たことないし、知らないし、そんな世界。それから、そのアイドルが歌ってたようなですね、バレンタインでドキドキしちゃうですね、恋となんとかの物語みたいな世界観というのは僕の青春時代にはなかったですね。全然リアリティがない。何だったのかといえば絵空事ですね。類型的な絵空事がありがちな言葉で連ねられてるというのが、まあ、歌謡曲の世界だったわけですよ。
だけど、まあこの当時っていうのはね、もうあの若者は車乗ってました。もちろんそのモータリゼーションはもう完全に普及していてですね、普通に車乗ってた。で、あの、もしかすると今の若者より車乗ってたんじゃないかな。あの、車への思考って強かったのと、まあ、あの、お金回りのいい時代だったっていうこともあってね、僕は違うけど、あの、周りはね、だから普通にあの、若い男が車乗ってて、この歌の時代じゃないけど、もうちょっとするとね、あの、車持ってないと、女と付き合えないとかいうようなバブルの時代が始まることになるわけですね。クソくらいとは思うけどね。まあ、そうだ、そういう時代になる。だからまあ、要するに車っていうのは、あの、僕たちの日常に当然あったわけですよ。だからまあ、高速道路だってそうですね。あの、まあ、歌謡曲のね、作詞家の先生だって高速道路には死ぬほど乗ってると思うんだけど、なぜか、その最も身近にあるね、その高速道路も、車もですね、歌謡曲の歌詞の中には出てこないわけです。まあ、さらに大昔ね、僕も生まれる前ぐらい大昔に、小林明って人がなんちゃらトヨペットとかいう歌を歌ってましたけど、それはまあ、あの、車の宣伝みたいな歌だと思うんですよね。そうじゃなくて、普通の日常生活の中の車、モータリゼーションの風景というものは全然出てこない。いつまで経っても、学校の中で恋した、愛したっていう、愛したって話と、夜の女がすがって泣くっていう話しかしてないわけです。結局僕たちの中にあるリアリティというものはどこにも描かれることがなかったわけですね。だから、その松任谷由実さんのですね、中央フリーウェイは新鮮だったわけですね。これはあの、八王子方面にですね、あのドライブをしているデートの場面ですよね。それをそのまま本当にストレートに歌にしている。これは夢物語じゃなくて、結構リアリティのある歌なんですね。情景がわかる歌です。で、同じようなことが、例えば、あの、フォークソングで言えばね、まあ、神田川という歌が大ヒットしたわけですね。で、これは、あの、かぐや姫という、バンドが歌ったものなんですけども、お風呂屋通いですね、皆さんどうかわかんないんだけど、今、あのね、ワンルームとかでも大抵、あの、お風呂ついてるでしょ。だけど、当時はそれはやっぱりちょっと珍しくて、4畳半とか6畳とかのね、キッチン付きの家とかに住んでもですね、風呂は、風呂屋に通うっていうのはありがちな世界だったんですよね。で、まあ、同棲とかそういうのは普通にみんなしてたし、そうすると、男女で風呂屋に行くんですよ。だからもう風呂屋ってはもっと身近だったんですね。まあ、件数も圧倒的に多かったんじゃないかな。安かったし。で、まあ、僕もその経験あるんですけどね。で、行くと、どっちかが、出てくる時間がうまくいかないで湯冷めするっていうね。だから大体男の方がですね、合図するんですよね。男湯の方からこうカポーンとかいう音がしてると聞こえないんで、静かな瞬間を狙ってね、指笛吹いたりなんかそんな感じでさりげなく合図すると、一緒に出てくると。まあそういう生活、まあ僕はそんな合図しなかったけども、そういうの実際によく目撃しました。同性だか新婚だか知らないけどね。で、まあ、つまりですね、当時の若者にとっての神田川のという歌、北条誠さんと読むのかな、の詩はですね、リアリティあったんですよ。で、結局、まあ、楽曲もあるんでしょうけれども、その詩ですね、フォークとかニューミュージックとか呼ばれる人たちの若者が描いた詩の世界というのは、それまでのものすごい類型的な、まあ、ハンデを押したようなね、歌謡曲の世界とは違う、自分たちが見ているもの、自分たちが感じているものを歌っていたわけですね。だから圧倒的な支持を得て日本の音楽シーンを変えていったんだと思うんですよね。まあ、突然そういう話から始まるわけですけれども、で、絵画の場合にはですね、この、状況というのは、要するに情景を見出す力ということになるわけですね。シーンというものです。これを見出す力というものが、ある人たちが同じようなことができるわけですね。で、今日話をしようと思っているエドワード・ホッパーというのは、その代表選手と、いうことになるんだろうと思うわけです。では、最初の作品。
に行きます。これはですね、深夜の人々という絵ですね。1942年に、彼が描いた絵です。彼のまあ代表作、と言っていい絵だと思います。まあ、残念ながらね、まあ、今ちょっとこうディティールも映してますけど、ものすごく、はい、こんばんは。ものすごく大きくて縦長の絵、横長の絵でして、こういう画面で見るには向かないんですよね。こう迫力も、絵のイメージもですね、全然変わってしまうんですけど、まあしょうがないということでね、ちょっと我慢してもらって。これはその今日話すエドワード・ホッパーのですね、最も有名な作品です。見ての通りですね、夜のカフェが画面いっぱいに描かれてるわけですね。ガランとしたカフェにこれ、白衣のボーイと3人の客がいますよね。でこのボーイはこれで見るとね、ちょっとわかんないんですけども、ちょっと額が剥げ上がった球児が、まあ、洗い物でもしてるんですよね。で、ちょっと顔を上げて、まあ、カップルの客と話でもしてるんだと思うんですね。で、このカップルの客は、男の方はなんか昔のですね、ハードボイルド映画に出てくるギャングみたいな感じですけど、ギャングじゃないのかもしれないですね。よくわからない。これが当時の、なんというか、ノーマルの格好だったのかもしれない。連れの女がいて、その3人が話してる。その3人からちょっと離れてですね、こちらに背を向けて、カウンターに、座っている男がいると。店内の黄色い明かりがね、高校と、光を、道路に落としてる。で、これだとちょっと見づらいですけども、まあ、闇に沈んでいるね、向かいの店の、レジスターがね、ガラス越しに、カフェの明かりに光ってる。そういう、絵です。ここにはですね、その当時としてですね、珍しいものは何もないんですね。きっとこの絵が描かれた1942年代のアメリカの、ニューヨークのね、夜の街角ってこんな風景だったんだろうと思うわけです。しかしここにですね、都市生活に生きる人々、都市に生きる人々の言いようのない孤独とかね、そういうものがですね、画面から浮かび上がってくる、そういう絵に、なっているわけですね。倦怠と孤独が浮かび上がってくる、というような絵になっていると思うわけです。彼はですね、終生こういう絵を描き続けた人なんですね。そこでちょっとまた話が飛ぶんですけど、ヘンリー・ミラーという人のね、話をしたいと思います。彼の言葉をね、ちょっと見ていただきたいんですけどね。ヘンリー・ミラーっていうのはですね、小説家です。アメリカの小説家で、南回帰線とかですね、セクサスとかネクサスとか、そういった小説を書いた非常に有名な人なんですね。で、これはですね、彼が語った描くことは再び愛することっていう、その言葉を引用してます。これもちょっと文字が見えなくなる関係でですね、途中割愛してるんですけど、まあ短いですからちょっと読みますね。描くことは再び愛すること、もう一度生きること、改めて見直すことだ。画家と同じ目で物を見ることは、愛のこもった目で見るときにのみ可能である。画家は自分の目で見たものを他人に分けずにはいられない。通常は僕らがうっかり見過ごしているものを見せてくれ、感じさせてくれる。画家は世界に接する態度そのものによって、実はこの世に下品なもの、忌まわしいものは何もない。陳腐、平凡、無味乾燥なものは何もない。あるとすれば、それは僕らの眼力そのものだ、と教えてくれ。ヘンリー・ミラー、描くことは再び愛することだ、より。実はヘンリー・ミラーって非常に優れた画家でもあるんですね。もっと高く評価されていいんですけど、彼水彩画の名人でありまして、いい水彩をたくさん描いてます。で、それだけにですね、絵というものをよくわかっていたなという印象を持つ言葉です。僕はこの言葉を読んで、ヘンリー・ミラーという人を見る目は少し変わりました。まあ、せっかくだからね、珍しいと思うので、ヘンリー・ミラーの絵がどんなものかというのもちょっとお見せしましょう。これは、はい、これヘンリー・ミラーの水彩画ですね。
こういう、こう、詩情あふれるですね、達者な水彩画をたくさん描いた人です。僕はもしお金があったら欲しい絵ですね。これに限らずね、ヘンリー・ミラーの水彩、欲しいな、なんて思います。まあ、とても無理ですけどね。でもそんな高くないんですよ。そんなにね、世界的にヘンリー・ミラーの水彩って評価、高く評価されてるわけではない。小説家の余技というのかな、遊び程度に評価されてんだけど、そういうレベルではないと僕は思ってますけどね。でですね、まあ、さっきの話に戻るんですけども、この再び愛するというのは、再びっていうところがミソなんですよね。ここはすごく大事なところなんですね。つまり、再びということはもともとあるということです。あるのに人々が気がつかないということなんですね。人間というのはものすごく注意力の散漫な生き物で、気がつかないんですね。しかし、その気がつかない、何も見てない、で、日常の中でですね、見過ごして通り過ごし過ぎていくときに、その肩を叩いてですね、あなたが今通り過ぎた、そこに美があると教えることができるものが、芸術家というもののある種の才能であるということをヘンリー・ミラーは言ってるんですね。再びそこに見出す。綺麗だと知らされているものではないもの、何気ないもの、醜いと思っているもの、ありきたりだと思っているものの中にも美は存在しうるということを、そしてここに美があるよと教えることができる才能がある。そういう、才を持った画家たちがいるということをですね、まあ、ヘンリー・ミラーは指摘しているわけですね。で、これはすごく特別な才能なんですよ。誰にでもあるものではないです。まあ、画家側のテーマを選べるようになってからということで、近代ということで言ってもね、例えば20世紀最大の巨匠であるピカソは、この手の才能は皆無でした。ないんですよね。彼は、なんていうかな、テーマに関してはものすごく保守的な人で、伝統的な人でですね、古典を踏襲してる人なんですね。彼が、ここに美があると教えたというケースはないです。ゼロです。彼はその描き方、ものの見方ということを変えたのであって、これが美しいんだよと教えてくれたわけじゃないんですね。そういう意味でピカソにはこの才能はなかったです。で、実はこの才能は稀有の才能でして、例えば美術の世界ではね、デッサンは修行でどうにかなるけど、色彩感覚は持って生まれたものだとよく言われます。で、天性のコロリストというのは少ないというんですけども、コロリストってまあ色彩家という意味ですが、それよりもっと少ないのがこの手の才能ですね。で、この稀有の才能をエドワード・ホッパーという人は持っていたということです。で、僕はそう思います。で、まあ、ホッパーの伝記、ザクッといきますが、まあ、1882年にですね、ニューヨーク州のニャックというところで生まれます。まあ、10代の頃に商業美術学校でデザインを学んでますね。で、これは親にですね、絵描きになりたいと言って、この親もなかなか物分かりのいい人で、まあ、当時ですね、アメリカで絵描きになりたいと言ったら、お前バカじゃないかと言われて終わると思うんですが、そうでもなくて、まあ、その気持ちはわかるけど、要するに絵じゃ食えないだろうから、デザインの勉強しなさいってなことを言われたみたいですね。それで、こういうデザイン学校に入る。で、その後、まあ、ニューヨークのスクールオブアーツで、イラストを学ぶんですね。だけど、途中からですね、それでは飽き足らなくなって、絵画教室の方に移るということです。で、まあ、20代の頃に、まあ、パリに旅をして、まあ、かなり長期滞在を繰り返しています。で、実はその頃ですね、フランスでは、まあ、前衛美術が真っ盛りです。フォーブ、キューブ、抽象絵画などがですね、まあ、バンバン出てきて、まあ、まさに何て言うのかな、お祭り状態の時代なんですけれども、このエドワード・ホッパーという人はですね、そういうものに何の関心もないんですね。彼自身がですね、アンデパンダンやサロン・ド・ドゥも見に行ったけれども、格別の印象を受けなかったっていうふうに答えてます。まあ、今のアンデパンダンやね、サロン・ド・ドゥならわかりますけど、当時ですからね、天才がきら星のごとく、実験的絵画を繰り出していた時代にもかかわらずですね、彼は、なんだかなって感じだったようです。むしろですね、彼はその前衛の
当時の最先端の画家たちよりもですね、一世代も二世代も前の、まあ、印象派だったら前期印象派、ドガとかですね、それからマネとか、そういう人たちに興味があったみたいですね。で、まあ、そういう感じで一応学んでですね、それからあと1913年にですね、まあ、アメリカに帰ってきて、アームリー賞という展覧会に出品します。これ1913年ですね。このアームリー賞というのはですね、はい、ホッパーです。ちょっと説明しといた方がいいと思うんですね。せっかくアートフルナイトですから、これはですね、美術史上の一大事件になった展覧会です。今もアーモリー賞という展覧会、名前だけはね、あるらしいですけど、関係ないです。本来、長ったらしい名前がついてたらしいんですけども、武器庫で行われた展覧会なので、アーモリー賞というね、まあ、通称で呼ばれてるんですけど、要するにこう、アメリカはですね、ヨーロッパ美術とかヨーロッパの文化に対して非常に同型を持っていたわけですね。だ同時にその新興国のアメリカがですね、これから自分たちの時代だというのもあって、そのアメリカとヨーロッパの美術をですね、一堂に会したものすごい大規模な展覧会をやってみようと企画するわけですね。これ企画したのはスティグリッツとかですね、そういう連中が企画したというふうに聞いてますけども、ともかくそういうのをやるんです。で、これがですね、非常に大きな歴史的意義を持つことになります。そのアメリカのですね、当時の画家というのもヨーロッパの真似をしていて、そして陳腐でですね、まあその世界観も狭くて、そこにですね、まあ近代、近現代の、芸術表現を作ったそうそうたる人たちが、まあヨーロッパから大量に作品を送り込むわけですね。今ほど情報のある時代じゃないから初めて見る人たちもたくさんいたと思います。例えばマルセル・デュシャンはこのアーモリー賞によって全米に知られることになるんですけども、要するにまあフランス勢がほとんどですけどね、この、後の世に天才と呼ばれ、巨匠と呼ばれる人たちがずらっと作品を並べるわけです。で、当時はまあ前衛だったわけですね、彼らはね。で、最先端の前衛が並ぶ。で、そこに並んだ時に、こう、アメリカ美術のですね、脆弱さと技量のなさとですね、そしてヨーロッパの陳腐な真似と、その落差に、まあ、アメリカ人自身が衝撃を受けるわけですね。で、これは、北米大陸の文化的大事件になっていきます。で、結局、この衝撃がですね、アメリカンアートというものを作り出していくことになるんですね。大丈夫ですね。あ、戻りました。はい。まあ、それでですね、もう大丈夫ですね。OK ですね。はい。で、続けますけども、そんな、まあ、大展覧会に一応、その、まあ、エドワード・ホッパーも出せは出せたんですけどね。ほとんど何の反応もないというか、スルーされます。で、まあ、1915年ぐらいからですね、彼はエッチングをやるんですね。ちょっとそのエッチングも見ていただこうかなと思いますけどもね。これは、夜の影という絵ですね。この頃、かなりたくさんエッチングをまとめてやるように、TPP? TPP についてアートフルナイトで話さないだ。夜の影という絵なんですけども、まあ、この頃、週1回30分、30分の放送はそれほどでもないけど、この、こういう評論会の場合には相当の時間がかかりますね。やっぱり。で、この頃ですね、結構エッチングを、描き溜めて、これが元になった絵などもたくさん、ホッパーは描いてますね。ちょっと面白いですよね。まあ、新聞の挿絵のようなレベルというか、そういう部分もあるけれども、しかしまあ、ホッパーの雰囲気というものも出ていて、僕は好きな絵ですね。延長ですよ。今日は評論会ですから30分では終えません。無理ですので。まあそんなものをやるんですが、ホッパーはですね、全然売れないんですね。で、まあ、40代になってから、リーンガローというところと契約して少しずつ注目されるようになります。
で、1933年にニューヨークの近代美術館で回顧展が開かれて、これで、まあ、名声が確立するということになります。で、1967年に85歳で亡くなるんですね。要するに何の起伏もない人生です。まあ、そう言ったら失礼だけども、例えばこの回で、この番組でやったカラバッジョのような壮絶な人生でもないし、がウォーホールのようなですね、まあ、その本人がですね、異様な人でもないし、ピカソのようにですね、あまたある女性との恋愛遍歴と気丈に富んだ人生というわけでもないです。しかし、この、エドワード・ホッパーの絵はですね、彼の人生が淡々としているのにもかかわらずですね、非常に大きないろんなドラマを、僕たちにですね、見せてくれる。感じさせてくれる絵なんですね。そこにホッパーという作家の秘密があると思うわけです。彼は題材がいくつかですね、まあ、カテゴリー分けできるんですけど、一つがですね、まあ、彼は小さい頃からニューイングランドの海岸に行ってですね、遊んでたらしいんですね。それから晩年有名になって偉くなってからあとですね、コッド岬というところにですね、別荘を構えるんですよね。で、だからまあ、海に関わる絵というのを結構描いてます。まずそれから見ていただこうと思うんですけどね。で、海の絵、ヨットとかも描いてるんですが、これはよくこの灯台を描いてますね。これは、1927年、今写ってるのは1927年の灯台のある丘という絵ですね。それから、もうすぐ切り替わると思うんですけど、交代で写るのが、はい、これですね。ツーライトの灯台という1929年の絵です。この辺の絵も結構いい絵でして非常に素直な絵ですけれども、まあ、こういう絵を描いているんですね。で、同時にですね、彼は街の風景、シティの風景というのをたくさん描いてます。これの方がはるかに、まあ、彼のメインの仕事になってくるんですけど、ですね、今回、切ってるんですよね。ある町に近づくという絵が来てます。ちょっと、それを、こちら、今映ってるのは、これはペンシルバニアの夜明けという絵です。それから次に、映るのが、こう、線路がですね、暗渠に飲み込まれていく、絵が出てきますけども、そうですね。これは、それはある、これはペンシルバ、これですね。ある町へ続くと、ある町へという絵なんですけれども、これは線路が暗渠に続いている絵ですね。そこでですね、彼の絵の階段に入っていきたいんですけども、これはまあ普通のですね、都会の風景を描いているわけなんですね。で、ここで、比較としてですね、モネのね、絵をちょっと見ていただこうかなと思います。同じようにですね、線路を、鉄道を描いている絵ですね。これはモネの有名なサン・ラザール駅という絵です。変わりましたね。これはサン・ラザール駅ですね。で、このサン・ラザール駅とですね、エドワード・ホッパーが描いた線路の、駅の風景というものを見比べるとですね、作家が何を考えてたかというのがすごく明瞭に分かってきます。どちらも情景を描いているわけですね。で、モネもその当時新しかった、割に新しかったですね、サン・ラザール駅を描いているモダンな風景なんですね。で、人々の空気があって、という絵を描いています。で、この、ペンシルバニアの夜明けという絵もですね、時間は違うけれども、都市の風景を描いているわけですね。じゃあ、この二人の違いなんだろう。まあ、一つはですね、ペンシルバニアの夜明けは、まあ、暗いわけですよね。人のいない時間、不在の時間を描いている。夜明け、まだ人が来る前の、シーンとした風景を描いているということがあって、で、サン・ラザールの方はですね、人々がいて、活気のある風景を描いている。まあ、要は明るいか暗いかの差。
なんですけども、それだけだと文芸批評的でですね、それじゃダメなんですね。そうじゃなくて、もう一歩そこを進めるとですね、この両者はですね、作家が望んでいるものが最初から違うんですね。これモネはですね、何に興味を持っているかというと、描き方、描く方法に興味を持っているんですね。この空気感、この風景、この蒸気、煙、風、そういったもの、光といったものをどう描くかということに、このモネのですね、興味というのは全部集中しているわけです。そのウエイトが非常に高い。だけど、今、これは暗渠の絵ですけれども、ペンシルバニアの夜明けはね、そうではないんですね。何をどのように見せるか、どのように描くかということではなくて、人々が生きている都市のですね、一瞬の瞬間をスナップショットのように切り取ってる。そこにですね、モネという人と、それからエドワード・ホッパーという人のですね、世界観の差があるわけですね。全然見ているものが違うわけですね。で、さらにですね、コミュニティ参加ありがとうございます。さらにですね、エドワード・ホッパーの、不在の風景という、人のいない風景、これ代表作になってきますけども、見てもらおうと思います。今映ってるのはドラッグストアという1927年の絵ですね。これも有名な絵ですけれども、次に映るのがですね、エドワード・ホッパーの代表作の一つですね。深夜の人々と共に代表作の一つです。日曜の朝という絵になります。これも日曜の朝ね、こうねじりん棒、パーラーのねじりん棒が見えて、で、消火栓が見えて、ニューヨークの早朝のですね、早朝なのかな、人が出てくる前のですね、静かな朝ですね。で、もう一つはドラッグストアです。で、ドラッグストアも、まあ、ニューヨークの街角に普通にあったものなんでしょうね。で、これとですね、まあ、同じようにこの、モネの絵を見比べてみるとわかるんですが、これはモネのルーアン大聖堂ですね。有名な絵です。綺麗な絵ですよね。でも、この絵はですね、モニュメンタルなんですよ。ランドマークなんです。このルーアンの大聖堂自体がですね、非常にこう、人々に知られている存在なわけですね。名のある存在なわけですね。しかし、ホッパーの描いた、このドラッグストアはですね、別に、どこにでもある無名のドラッグストアなんですよね。誰でも見たことのある、当時のアメリカの都市生活の中にいれば誰でも見たことがある無名のドラッグストアがそこにある。モニュメンタルなものは何もないわけです。日常はそこにあるんですね。で、同じようにさっきの、日曜の朝の風景もですね、おそらく、名のある通りとかじゃなくて誰でも見たことがありそうなありきたりの当時のニューヨークの風景だったと、思うわけです。まあ僕はですね、まあ近所で、まあ、絵画教室をね、やっていたことがあるんですね。まあ、今ちょっと畳んじゃいましたけど、いろいろ事情があってね。で、その絵画教室で、おじさま、おばさまに絵を教えてる。例えば、山に連れて行けばですね、みんな黙ってても絵を描き始めます。川でも海でもですね、黙ってても絵を描き始める。別に迷うことはないですね。花を、持ってきてもですね、本当にすぐ描き始める。みんな上手に描きますよ。じゃあ、駅前に行ったら、その途端にみんな戸惑うんですね。先生、どこ描いていいかわからない。なぜですか？エドワード・ホッパーはドラッグストアを描いたわけです。でも、みんなセブンイレブンもローソンも描こうとしないんですよ。なぜ？どこの駅前でも行けばね、まあ、地方でもいいです。地方に行けば一番目立つのはパチンコ屋でしょ。そして道路沿いには、
なんだ、中古車ショップが並んでて、のぼりがバタバタはためいてる。そして、まあ、現金、自動預け払い機、かなんかあってですね、それで、まあ、缶ジュースの自動販売機がある。それが日本のあり当たり前の風景でしょう。じゃあなぜそれを描かない。駅前に行ったら所狭しと看板が並んでて、無秩序でね、何の統一感もない。確かにそうですよ。カラオケ屋があって、パチンコ屋があって、ジャンクフードの店があって、そしてまあ自転車がわらわらと並んでる。まあ大体そんなもんでしょう。皆さんのね、住んでるとこもね、みんなそうです。日本全国一律そんなもんだ。それが僕たちのリアリティなんですよ。しかしそのリアリティをね、刷り込みとはちょっと違うんですね。そこを今、そこを解体するのが今日の話なんですけど、そのリアリティをね、人々は描こうとしないんですよ。で、なぜ描こうとしないのか。で、これはね、別に日曜、絵画教室のね、おじさまおばさまだからということじゃないです。皆さん、日展に行ってもそうでしょ。上野の展覧会行ったって、なんでセブンイレブン描いた絵がないの？ないんですよ。山や川はあるけどね。ファミレスもないし、ガソリンスタンドもないわけです。なぜ？結局、その、綺麗なものを探して描いてるんですよね。スペインの風景とか、イタリアの風景とか、それは綺麗ですよ、日本よりね。それから日本だったらわざわざ、山間部に出かけて綺麗な風景を探して描いてるわけです。しかし、それは現実なのかということなんですね。で、なぜじゃあ描かないのかといえば、心の中で汚い風景だからと思ってるからでしょ。絵にならない汚い風景だと思ってるから描かないんですよ。つまり、絵描きというのは絵になるものを描く人たちなの？それは芸術家なの？っていう問いかけになってくるわけです。人はですね、残念ながら美しいと思われているものを描くんですね。彼らは最初から美しいと人々が言い、そう教えてくれているものを描いているんです。しかし芸術というのは、人が美しいと教えてくれたものをなぞって描くことじゃないんじゃないの、というところにですね、ホッパーの存在した意味というのが、出てくるわけですね。まあそこでですね、ちょっと絵の方に戻るわけですけども、ホッパーは、人々が注目しなかったで、もうすいません。まだちょっと早かった。人々が注目しなかったですね、日常生活、都市部の日常生活ですね。当時それまでアメリカというのはですね、印象派の真似をしてフランス風の風景を描いてたわけですよ。そういうものに対して当たり前のドラッグストアがあるのは僕たちの生活でしょ。つまりホッパーのドラッグストアはあれはセブンイレブンですよね。いわば当時のね。それを彼は素直にストレートに描いたわけです。これができたところが彼の天才たるゆえんなんですね。ちゃんと描けたんですよ。そしてですね、彼は、同時にですね、絵に変えますね。彼のもう一つの、まあ、無人ではなくて、もう一つの彼の真骨頂という絵が、これからバーッと出てくることに、なります。たくさん出します。今これ映っているのはですね、サマーイブニングという絵ですね。1947年、割に晩年の絵です。で、まあ、一つ一つ台を出していくとですね、時間かかるんでもうやりませんけれども、ホッパーはですね、そのさっき言ったように、切り取った自分たちの現実をそのまま描いているんです。そうです、映画的ですね。そのまま描こうとしているんですね。で、そのホッパーのですね、視線がはっきりと現れるのが、これらの人々を描いた絵です。今、映っているのはですね、ニューヨークの部屋という絵ですね。で、ここにですね、エドワード・ホッパーという作家の真骨頂があります。これはガソリンスタンドの絵ですね。
ガソリンスタンドを絵にすることを彼は思いつくんですよね。思いつくというか、あるから描くわけですね。これができる人がいない。そしてですね、このエドワード・ホッパーの絵はですね、人々の当時の近代的な、当時のまあ現代的な人々のですね、当たり前の生活を、切り取ってるんですね。これは、夜の窓という絵です。まあ、多分当時まだね、エアコンはないんでしょうね。だから暑いから窓開けてるんですよ。で、なんかお尻の大きいね、アメリカ女の人は、ちらっと見えちゃってるってな感じの絵なんですけども、ここにあるのは人々の暮らしですね。普通の暮らしがある。当時としてはね、普通の暮らしがあるわけです。で、このエドワード・ホッパーが描く人たちというのはですね、これはホテルの部屋という絵ですね。こちらを見ていないんですね。で、仮にこちらを見ていたとしても、観客を意識してないわけです。例えば、ゴッホやゴーギャンの絵の中の人っていうのは、強く観客を意識してます。で、その視線は観客の視線とコンタクトを取ろうとしてるわけですね。で、これはヨーロッパ絵画の、伝統的な手法で、まあ、画中の人物の視線が、まあ、僕たちね、観客の視線と結び合うことで、平面的に構築された仮想の立体空間である絵画と現実空間をつなぐっていう意図があるわけです。あ、今映っているのはニューヨークの映画館という絵ですね。しかしこのホッパーの絵にはそれがないわけです。かといってですね、これ、映画館の脇にいる、まあ、案内状というか、もぎりの女の子ですよね。それを描いてるわけですね。で、彼らの絵に出てくる人々というのはですね、明らかに典型ではない。さっきのモネのサン・ラザール駅のように人々はいるけど、あれは典型に過ぎないんだけど、これらの絵の中ではですね、間違いなく、絵の中の主役なんですね。しかし、その主人公でありながらこちらを意識していない、絵の中で淡々とその性の断片を見せている。絵の中の人々の人生をこちらが覗き見てるんですね。で、ホッパーの絵というのはですね、ホッパーの手によって切り取られた人々の、まあ、あまりに無防備なですね、性が、僕たちの前にこう現れる。だからこそですね、ある種の、人々の性の脆さというか孤独さというようなものがですね、時に、僕たちの胸を打つというふうに思うわけです。それがですね、ホッパーの絵というものの、魅力なんじゃないかなと思うわけですね。で、ここで最後にというか、ちょっとですね、まあ、挑発的な話をというか、皆さんはですね、皆さんはね、夕日を美しいと思うだろうかということをね、聞きたいんですよ。夕日は美しかったのかということをね、聞きたいんですね。ホッパー論としてね。あなたがね、夕日を美しいと思うのは、誰かにそれは夕日は美しいものだと教えてもらったからだと言ったら信じるだろうかと。それを教えたのは芸術家たちなんだということを、言われたら信じるだろうかということなんですね。まあ、怖い。つまりね、例えばヨーロッパではですね、まあ、17世紀にクロード・レジェ、まあ、通称ローランというんですけど、いう画家が夕日を描くまでですね、夕日の絵というのはないんですね。ローマ時代以来、長らく絵を描いてきながらないわけです。まあ、ゼロかどうか全ての絵を確認してないですけど、少なくとも、今日普通に、注目できるようなレベルの絵としては存在しないわけですね。で、まあ、ローランの絵はですね、まあ、夕日の絵ではあるんですけれども、しかしまあ、人間が主体の絵なんですね。で、19世紀になってバルビゾン派が出てくるまでですね、自然というものを主役にして絵を描くことはなかったわけです、ヨーロッパの場合。まあ、これ日本はですね、まあ、多神教で、自然崇拝の側面があるんで、ちょっと話が変わるんですけど、
今回も一応ヨーロッパの話にして言えばですね、19世紀になるまで絵の中に風景が主役になるということはなかったわけですね。まあ、ローランもですね、バルビゾン派の画家たちによって再評価されてですね、復権するということが起こるわけですね。まあ、例えば、その、ベネチアのですね、風景画で言えば、ベネチアのカナレットという人ですね。これ、ジョバンニ・アントニオ・カナレですね。彼も風景描いてます。しかし、あくまでね、主役は人間が作った構造物なんですよ。自然ではないんですね。海とか、夕日とか、そういうものではないわけです。で、まあ、絵の具というものが大変な高価なものであってですね、そんな気分で物を描ける時代じゃなかったとき、画家の、自由裁量とはすごく狭かったわけですね。社会が望まないものを画家が描くことができなかったわけです。逆に言えば、社会がそれを望むなら画家は描いたわけですね。しかし、そこに風景画というものは19世紀になるまで純粋の意味での風景画というのはヨーロッパで出現しなかった。なぜ出現しなかったかといえば、それはですね、ヨーロッパ人がそれを描くに値するものだと考えなかったからです。ということになるわけです。ヨーロッパにとって自然というのは人間がまあ制圧しですね、コントロールするものであって、それ以上ではないという世界観が、もちろん全く美しくないと思っていたとは言わないけれども、しかしその価値のあるものだと考えてはいなかったわけですね。で、例えば中世ヨーロッパの人たちも夕日は見た。まあ、労働を終えて教会の鐘を聞きながらね、祈りを捧げるときに、ジャン・フロンソワ・ミレーのね、絵の中の人のように、夕日を見たと思うんですよね。目に入ってたはずです。でも絵にしなかった。それは記録をしようというね、欲求が起こらなかったわけですね。まあ、正確に言え、もうちょっと言い方を変えればですね、社会はそれを記録するに値するだけの価値のあるものだとは考えなかったということなわけです。で、バルビゾン派の画家や印象派の画家たちがね、自然の美しさを描くようになるには、まあ19世紀ヨーロッパの思想的背景とかね、社会の変化があるわけですよ。まあ、一つはね、19世紀というのは大変な、まあ、産業時代になるわけで、近代化というかね、そういうものの中で、まあ、18世紀、19世紀と、まあ、ある意味人々はそれに対する恐怖感を持つようになるわけですね。で、自然に帰れと。まあ、人間はこんな文明社会に生きるんじゃなくて、自然の中で生きた方が正しいのだという考え方が人類史上初めて生まれた時代なわけですね。まあ、今で言えばエコロジーみたいなもんかな。そういうものがまずあったということですね。それから、まあ、パトロンだった教会とかね、ブルジョアが、いなくなって、画家が自由に題材を選べるということになった。それからもう一つはですね、やっぱりチューブ入りの絵の具が出てきて、実際にカンバスを持って外へ出られるようになった。これで、まあ、廉価な、持ち歩けるというだけじゃなくて安いんですね。あ、ちょっと待ってください。延長します。はい。まあ安いということがあるわけですね。それによって自由に描きやすくなったということにがあります。要するに、社会思想とかね、環境の変化が芸術家たちの背中を押したんですよね。しかしその結果として世界は突然風景は美しいと知ったわけです。まあ、バルビゾンのね、ミレーは、まあ、黙々と大地に向かう、農民の姿やね、暮れゆく空を背景に、一日の労働の終わりを描いたりしてますよね。美しい絵があります。種まく人とかね、晩鐘とか、名画ですよね。皆さんあれを見てどう思うかわかんないですけれども、一つ言えることがあるんですね。労働の美しさというものを彼は歌にしたわけです。詩にしたわけですよ。で、僕たちはですね、例えば大地に向かって、額に汗して働くということにですね、美的な美しさというものが存在するというある種の社会常識をコンセンサスとして持ってるわけです。でも、それはですね、まあミレーはですね、まあちょっと言っとくと熱心なカトリック信者だったんで、彼の絵はちょっと
狂心的なね、側面もあるにはあるんですけれども、しかし、それにしても彼はですね、人間の、まあ、日々の労働をですね、美術史上稀に見る崇高さで歌い上げたわけですね。で、ミレーの時代までですね、そういう価値観は存在しなかったわけです。まあ、労働を描いた絵はあります。ルナンとかね、もっと古い時代の人がいるんですけども、しかしこれは労働の美しさを歌い上げてるわけじゃないんですね。こういう価値観は、晩鐘や種まく人、つまりミレーがその価値観を世界に教えたんですね。ミレーが人々の認識の扉を開けたわけです。つまり夕日は最初から美しかったわけじゃない。そういうことなんですね。で、社会常識というのは時代によって変わるわけですね。で、まあそのモラルとか通念とかも変わるんですけど、それだけじゃない。美というものに対する認識も刻々変わるわけです。で、それは変えていく人間たちがいるんですね。その人たちが扉を開けてきたから変わってきたんです。人間というのは不注意なものでですね、そんなに全部見てないんですね。しかし、これは美しいんだよ。これが美だよということを人々に訴える人たちがいる。そうすると、人々の美の認識の枠が広がるんですね。そしていつかそれが常識になる。常識になると、またその枠の中で物を見るようになって、そこから出なくなるわけです。で、その時にその扉をまた開いてですね、違うんだ、ここにも美があるんだ、ということを伝えることができる人間が、ある種の、才能を持った先駆的芸術家なわけですね。で、まあ、19世紀のヨーロッパでね、作られたものの見方でしか世界を見ていなかった当時のアメリカで、ホッパーは、まあ、現代社会の当たり前の風景の中に美があるということを初めて世界に教えた人です。ドラッグストアを描けばいい。そこにドラッグストアがあるんだったらドラッグストアを描けばいい。キャフェがある。ソーダファウンテンがあって、そこでテーブルに持たれてる男がいる。これが僕たちの日常なんだったらそれを描こうじゃないか。それまでのアメリカはね、なんとかフランス風の着飾ったですね、貴婦人を描いてみたりですね、アメリカのそぐわない風景に印象派風の絵を描いてみたりしてたわけです。そうじゃないでしょ。僕たちはここにいるんだ。これが僕たちの日常だということを、彼は淡々と、まあ、なんていうのか、スナップショットを撮るように描いていったわけですね。そしてこの影響は全世界に及ぶわけです。今、都市の日常生活、人々の生活をスナップショットとして撮るというかな、そういうものの中に美があるという感覚はですね、まあ写真界を中心に世界的常識です。しかしそれは最初は常識ではなかったんですね。車のある風景、消火栓のある風景、コンビニエンスストアのある風景、ソーダファウンテンのある風景、そんなものが美しいとは誰も思わなかった。その思わなかった時に、このエドワード・ホッパーという人はそれを世界に見せることができた人なわけです。だからですね、世界にはホッパーの後継者が溢れていると同時に、彼は、アメリカ美術はですね、彼の後を背を追ったわけですね。この番組で喋ったホッパーとだって極限すればエドワード・ホッパーがいなければ出てこなかった。彼らはアニメーションはあるいはですね、マッキャンベルのカンスープは、ディズニーアニメは僕たちのリアルじゃないか。漫画は僕たちのリアルじゃないか。だからそれを描くんだ。それがポップアートの始まりですよね。発想は同じです。そういうことを最初にやったのは、エドワード・ホッパーなんですね。意識したかどうかはともかく、その思想の流れが、ポップアートにつながっていくわけです。だからこそ、ホッパーというのは、アメリカンアートシーンの父になったわけですね。そこでですね、ホッパーの、これはですね、二人のコメディアンという1965年の絵です。これが、エドワード・ホッパーの最後の絵になります。この2年後に彼は、世を去りますね。で、そのすぐ後にですね、その後を追うようにジョセフィン・ホッパーという奥さんですね、も他界します。実に平凡で淡々とした人生を送った人ですが、この
この二人はですね、ピエロの格好をして皆さんにさようならの挨拶をしていますけれども、ジョセフィン・ホッパーの証言によれば、これはエドワード・ホッパーと、奥さんのジョセフィン・ホッパーだそうです。自分たちの劇場が終わったということを言っているですね。これが絶筆ですね。これがエドワード・ホッパーが、世界に対してですね、さよならの、つもりで描いた絵だと思います。で、エドワード・ホッパーという人はね、本当に淡々と生きた人です。で、時代に翻弄されないでね、若い時からまっすぐに自分の信じた道だけを進んだ、人なんですね。で、あの時代はですね、ホッパーの時代というのはまさに革命的なですね、芸術の運動が大量に起こった時代です。皆がその中で揺れ動いた時代だけど、ホッパーは全く動かなかった。最初から最後までですね、まっすぐに、自分の、姿勢の人々、都市に生きる人々のですね、一瞬の生、を切り取って見せるということだけをですね、続けた画家です。で、これはね、最後の絵なんですけど、その前にですね、僕が最も、好きなですね、エドワード・ホッパーの絵を最後にお見せして終わりたいと思うんですが。はい。ですね、この絵はですね、白黒で申し訳ないんですけどね、実はこの絵は全然わからないんですよ。プライベートコレクションで展覧会にも出てこない、画集にも載らない。僕の手元にある画集にこの白黒の粗悪な写真があるだけです。で、基本的にね、写真で見ただけで評論するのは美術評論とは言えないです。僕はほとんど見たことのあるものを評論しても、そうじゃないのもあるけど、基本的にはそうです。ましてや白黒写真で見たものだけをね、評論するというのはおかしな話なのだけれども、それでもなおかつですね、あえて今日僕はこれを選びました。僕はエドワード・ホッパーの絵の中でこれが一番好きなんですね。で、この絵はですね、絵を見るとですね、右側にパインツリーらしき林がありますね。そして一軒の小さな家があって、道路がずっとまっすぐ続いている。これ、目線の高さからしてですね、おそらく車から描いたものです。車に乗ってる高さですね。まあもちろんその、ドライブしてる時にですね、デッサンしたものを後で構築、再構築したんだと思いますけれども、そういう目線です。他に何もない絵なんですね。でも、さっきも言ったようにホッパーという人はですね、世間がどうあろうと、時代がどうあろうと、淡々と自分たちが生きたアメリカの現実、ニューヨークの都市に、アーバンに生きる人々の日常をですね、切り取って、その人たちの、無防備な性というものを、切り取って描いた人です。そしてそういう中にですね、美というものがあるんだということをずっと描き続けた人なわけですね。ブレることが一度もなかった。時代に翻弄されることもなかったわけですね。むしろ時代遅れと言って、ある種の時代遅れと言っていいぐらい頑固に一本の道をずっと歩いた人なわけです。その意味でですね、この絵はですね、エドワード・ホッパーという人は自画像も描いてますけれど、僕にはですね、この絵がまさにホッパーの自画像に思えるんですね。そしてこの絵のタイトルですね、この絵の作品のタイトルはホッパーの作品の中で非常に珍しく観念的なタイトルがついています。孤独というタイトルです。これで僕のホッパー論は終わります。本当に久しぶりのね、美術評論会でした。3週間空いて、美術評論、ちょっと結局ね、3日ぐらいしか準備ができなかった。ありがとうございますですけれども、どうもありがとう。ぜひね、今着てるホッパーそんなに良くないんですけども、画集なんかで手に取ってみてくれるとなと思います。アメリカに行けば、アメリカは本当に大事にしてる画家ですからあります。本当に優れた画家ですよ。
さっきね、誰かが映画のようなと言いましたけど、その通りだと思いますね。見ている側と見られている側の関係性がない、断たれてるんですね。だから愛情がないのかというと、そうじゃない。それを淡々と見て書いてることによって、かえって際立ってくるね、人間の営みに対するホッパーの目というのを僕は感じますね。で、とても、まあ、武骨なようで洗練されたりだと思います。ぜひ見てみてください。